それでは、いろいろ見てまいりましたので、次は維新の門に行きたいと思います。結構おしゃれな建物が多くあります。古い建物もありますが、維新の門出発です。さあ、それでは、鯉のぼりを見に行きたいと思います。多分あると思うんですが、おお、私も、鯉のぼりを泳いでおります。ちょっと小さいんですが、数はたくさんあります。
龍馬の森の近くです。おしゃー。起き上がりました。もうできております。それではマーボー丼を入れていきましょう。本日はマーボー丼と金ちゃんラーメンです。さあ、それでは、龍馬の森の集め屋から出発しましょう。お昼までは天気良かったんですが、だんだん怪しくなってまいりました。結構曇ってまいりました。もう青空はほとんどなくなりました。さあ、お天気、だいぶ怪しくなってまいりました。それでは最後にもう一度、鯉の森を見てから帰りましょう。